お暇なら映画でも。NHK でドラマ化するから、この機会にマイシェルターを語りたい。どうも、人生で大切なことは全部 F から教わったスグワです。ということで、今回は藤子 F 不二雄 SF 短編マイシェルターですね。これについて語ろうということになっております。まあ、オッペンハイマーが日本でもね、ようやく公開になって、核の脅威という問題がね、取り沙汰されておりますけれども、このマイシェルターも核の脅威を描いたお話ということになりますね。雑誌掲載は双葉社月刊スーパーアクション1983年7月号ということで、 SF 短編107作目の SF 短編ということになりますね。まあ、くしくもオッペンハイマーが先日公開になって、核のね、生みの親というオッペンハイマーのお話が日本でも公開になったわけですけれども、このマイシェルター、シェルターを作ろうというお話になってくるわけですね。核シェルターを作ろうというお話になっております。まあ、簡単に言うと、マイホームの夢を叶えようとしているお父さんがいるわけですけれども、このお父さんに対してですね、あるセールスマンが忍び寄ってくるわけですね。それはマイホームなんて買ったって核が落とされたらおしまいですよと、高い金出して家を買うくらいだったらシェルター作った方がいいですよっていうふうに言ってくるセールスマンがいたわけですね。結構現実味のある会話してるかなという感じがありますけれども、このお父さんはね、多分都心で働いてるんだと思うんですけれども、夢のマイホームは立川のちょっと先あたりに建てようと思っているということなんですよね。通勤にはかなり時間がかかりそうですけれども、まあ立川のちょっと先に一軒家を建てられるだけでも本当に夢のまた夢なんだぞみたいなね、そんな感じがあるわけですね。東京で家を建てるというのはね、本当に大変なことなわけですけれども、ただ残念ながらこのセールスマンが言うにはですね、万が一都心に5メガトン級の核爆弾が落ちた場合、残念ながら立川も被害に遭いますよということを言ってくるわけですね。でお父さんはそこまで考えてたら人生何もできないよというふうに言うんですけど、いや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 、何をおっしゃいますかと、核の脅威っていうのはすぐそこにあるんですよということを言って脅かすみたいな、そんな感じになってくるわけですね。果たしてお父さんはマイホームを建てることができるのかどうかというお話になってくるというわけです。まあ面白いお話というか、恐ろしいお話というか、そんな感じのところがあるわけですね。これね、NHK でドラマ化しますんで、マイシェルターでドラマ化する際は、僕も同時視聴会をやりますんで、もしよかったら一緒に見ませんかということを宣伝しつつ、マイシェルターもうちょっとお話ししていこうというふうに思います。さて、この作品ですね、マイシェルターが掲載されたのは1983年ということで、この当時はですね、冷戦の真っ只中という時代だったわけですね。まあ、冷戦を経て新冷戦というふうに呼ばれていた時代ですね。後に呼ばれるというか、そんな時代になってくるわけですね。まあ、一応説明するとですね、冷戦というのはですね、第二次世界大戦後から始まったですね、まあ、資本主義対社会主義による米ソ冷戦ですね。実際のミサイルが使われない戦争、冷戦、コールドウォーということなわけですね。この冷戦はですね、核開発競争だったり長距離ミサイル競争、ICBM とかそういうやつですね、長距離ミサイル競争、そして宇宙競争、そういう技術を争っていくということだったわけですね。当然技術を争うっていうのは、もし戦争が起こった場合うちが勝つんだぞという力を見せつけるための、まあ、抑止力的な開発合戦みたいなところがあったわけですね。で、核の脅威が一番高まったと言われるキューバ危機を経てのこの核戦争の回避というものを、両国でやったわけですね。本当に核発射1秒前までやってきていた、キューバ危機をなんとか乗り切った米ソはですね、その核実験禁止条約とか、まあ、デタント、緊張緩和からの、ソ連によるアフガニスタン侵攻で再び緊張状態に突入してしまいました。一
瞬ね、このまま冷戦は終わるんじゃないかなんていうふうにね思われたんですけれども、残念ながら再度緊張状態、これによってモスクワ五輪への西側諸国ボイコット、これに対抗して、続くロス五輪の東側のボイコット、そういったものが起こって、まだまだ冷戦は続くんだなみたいな、そんな感じになっていたわけですね。1983年っていうのはまさにこの時代ですね。まあ、まだまだソ連は崩壊せずという時代です。イラン・イラク戦争とかフォークランド紛争というものが起こった時代ということですね。特にフォークランド紛争はね、まあいろいろと戦力の差とかいろいろなものがあるにせよ、その核兵器を持っていても戦争は仕掛けられるんだとね、アルゼンチンがイギリスに戦争を仕掛けたというのがフォークランド紛争なわけですけれども、まあ、戦争なのか紛争なのか、そこはいろいろと数え方があるんでしょうけど、イギリスは当時ね核兵器を持っていたわけですね。でアルゼンチンは核兵器を持っていませんでした。核兵器を持っていない国でも核兵器を持っている国に戦争を仕掛けることができた。でさらに言うと、イギリスは核兵器を持っているけど核を使うことはできなかった、まあ使う必要がなかったっていうこともありますけれども、そういったことですね。核は本当に抑止力になり得るのかどうなのかみたいな、そういった、ことも話し合われたりしたりしていたわけですね。だから結構核の緊張状態というのはずっと続いていたという時代ではあるというふうに思います。ちなみに当時1983年当時核保有国というのはですね、アメリカ、ソ連、イギリス、フランス、中国、インドの5カ国ということになります。今現在はこれにプラスしてパキスタン、イスラエル、北朝鮮が核保有国ということになっていますね。核の脅威というのはこの当時に比べても増えているというふうに現在は考えてもいいかなというふうに思います。で、これ作中でですね、世界の核の保有量をご存知？ 4 万メガトン、1万5000発、広島型に換算して200万発に相当します。保有国はさらに増えるでしょうな、という会話がされていますけれども、この4万メガトンっていうのはですね、実はちょっと誤りというか、まあ、もしかしたら当時はそういうふうに言われていて、今現在ね、ちゃんと調査をした結果、数字が変わっているということがあるのかもしれませんけれども、今分かっている83年ぐらいの当時の、世界の核保有量は5万5000メガトンということになっています。だからこの作中で言われている4万メガトンよりもだいぶ多い数字が実際の数字でしたね。ちなみに核兵器というのはですね、最盛期は86年の7万メガトンということになります。その後ですね、核拡散防止条約とかそういったものがいろいろ締結されて、今現在は1万3000メガトンまで減っているということになります。まあ1万3000メガトンまで減っていますけれども、核兵器っていうのはですね、0か0以外かしかありえないんですね。これが例えば1000メガトンまで減りましたと、例えばアメリカ、この7カ国ね、7カ国が何100メガトンずつ、全員がこの7カ国8カ国が、持って、だいぶ核兵器は減りましたよ、よかったねって言ったって、一個ありゃ一緒なんですよ。核兵器ってのは0か0以外か、それ以外ないんですね。どんなに数が減ろうがないしようが、一個ありゃ一緒というふうに僕は思います。だからこの、減ったということには何の意味もないと思いますね。核兵器が多かろうが少なかろうが、核兵器があるということは変わりないということですね。まあこの漫画の中でも言っているんですけれども、保有国が増えて、核のね、ミサイルの発射ボタンにかかる手の数が増えれば、どん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 、核の発射される確率は高まってくるよねということを言っていますね。まあそれはね、当然その通りだろうなというふうにはまあ思いますよね。博士の異常な愛情なんかもね、ほんの弾みで核ミサイルのボタンが押されてしまった世界というものを表しているわけですけれども、まあそういうことは起こり得るだろうなというふうに思います。まあこの作品はですね、夢の一軒家を買うよりも核シェルターを買った方が将来役に立つよというふうに言われたお父さんが、え？みたいな感じで右往左往する様子をコミカルに描いているということなわけですね。この作品の中で一番面白い点というか重要になってくる点、物語のキーとなってくるポイントはですね、あなただけですという、セールスポイントなんですね。ここが非常に重要なポイントになってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、核シェルターのパンフレットをもらったね、箱舟という名前の核シェルターなわけですね。一軒家を諦めて核シェルターを買うなんてことをしたら世間の笑い者だというふうに言ったんですけれども、それに対してセールスマンは、
箱舟を作ったのはもうみんなに笑われていましたよっていうふうに言っていて、おうってなるわけですけれども、ここ読んでみますね。あなただけですというパンフレットです。必死の核戦争の危機に、必死っていうのは必ず起こるという意味ですね。必死の核戦争の危機に何の備えもなくのんびり裸で立っているのは世界中を見渡しても日本人のあなただけなのです。下の図をご覧ください。各国の人口とシェルターの比率をグラフにしたものです。東西両陣営の別なく備えだけは固めているのがお分かりでしょう。イスラエルなどは全人口分のシェルターを確保しているのです、ということで、まあイスラエルあたりもね、ずっと戦争が続いていますから怖いなということになるわけですけれども、この煽り文句が非常に重要なポイントになってくるわけですね。さて、日本人の性格を表す有名なジョークというのを、皆さんご存知でしょうか。まあ知ってるでしょうめちゃくちゃ有名なんで、まあ客船ジョークというやつですけれども、一応説明しますとですね、海の真ん中で客船が沈没しそうになっていると、スタッフはですね、乗客に対して海に飛び込むように指示を出すけれども、なかなかみんな言うことを聞いてくれないと。そこで各国の人たちに対してこういうふうに言いましたというジョークですね。アメリカ人には飛び込めばヒーローになれますよと、言いました。するとみんな喜んで海に飛び込んでいきました。イタリア人には飛び込めば女性にモテますよと言ったら飛び込みました。イギリス人には飛び込めばあなたは紳士になれますよと言いました。ドイツ人には飛び込むのが規則になっていますよというふうに言いました。フランス人には飛び込まないでくださいというふうに言いました。するとみんなが飛び込みました。そして日本人にはみんな飛び込んでますよというと、日本人はじゃあ僕もと言って飛び込みましたという、まあ有名な有名なジョークですね。このジョークそのまんまですね、このマイシェルターという作品に当てはまるんですね。このマイシェルターに出てくるお父さんは、まあステレオタイプの日本人というか、そんなところがあるわけですね。つまりみんな飛び込んでますよと言われたら飛び込むタイプの男、それが本作のお父さんなわけです。でこれは逆に言えばですね、みんなが飛び込まないなら私も飛び込まないという男なわけですね。つまり自分だけ助かろうとはしない男なわけです。みんなが死ぬなら自分も死のう、みんなが助かるんだったら自分も助かろうと思うのがこのお父さんなわけです。まあこの作品はですね、お父さんがシェルターを買うという、まあ、妄想というか、そういったものをセールスマンに見せられるみたいな、そんな状況がずっと続くわけですね。このセールスマンが実は宇宙人なわけですけれども、宇宙人が夢みたいなものを操ってですね、もしシェルターを本当に作ったらどうなるかというシミュレーションを予知夢みたいな感じで、悪夢みたいな感じでお父さんに見せるんです。そうすると自分たちだけが助かるということにお父さんはかなりこの悩むんですね。外で助けてくれという声が聞こえている、私たちは安全だと、核放射能の届かない地下にいてしっかりと食料も確保されているし、地上が安全な状態になるまで、このシェルターで暮らすだけの十分な蓄えがあるから、自分たちは大丈夫なんだけど、外では助けてください、助けてください、お水をくださいっていう声がものすごく聞こえてくるわけですね。それを無視できるかどうかというと、お父さんはなかなかそれが難しいと、そんなみんなが助けてくれって言ってるのに自分たちだけ助かるというのはちょっとできないみたいな、そんなことで悩むという、お話になってくるわけですね。これができないわけです。このお父さんはみんなが飛び込んでますよと言われるから飛び込むお父さんなんで、なかなかねそれはできないわけですね。これハリウッド映画とかだと家族愛が何よりも一番大切なものですから、迷うことなく家族を助けるためにお父さんはシェルターの中に避難するっていうことを、まあ、するんだろうなっていうふうに思うんですけれども、まあ、日本人はねそれがなかなかできないわけですね。農耕民族、村社会、結構コミュニティをね、ちっちゃにコミュニティを大切にするっていう日本人ですから、なかなかね自分だけ助かろうっていうのはしづらいなっていうところがあるんですよね。ということで本作のオチは、まあ、地球の核戦争を危惧している宇宙人が万が一の場合に備えて救出する地球人の選定をしていましたよというオチなわけですね。まあ
このお父さんからするとシェルターに入らないという選択をしたお父さんが将来もし万が一のことがあった場合優先的にシェルターに避難させてもらえるという、まあ、皮肉めいたラストになっているわけですね。なんだかね落語のオチのような感じのラストで結構スパッと落ちるというかね、考え落ちというかおおみたいなそんな感じになるわけですけれども、まあもちろんこのお父さんだけじゃなくて各国いろいろとね、ステレオタイプまあお国柄というものがあるんでそのお国柄に沿っていい人だったら助けてくれるっていうことだと思いますけれどもね。もちろん家族のことを大切にするんだという信念を持っている人だって別に助けてくれるとは思いますけれども、まあそういうオチになっていて、結構ね考えさせられるというかそんなところがあるわけですね。まあ今現在ね、核の脅威というものが多少高まってきているところがあるわけですね。ロシアがウクライナに対して、まあはったりだとは思いますけれども核を撃つ準備はできているというふうに言ったりとかしているわけですね。北朝鮮もね核実験を続けていて今現在日本海に向けての長距離ミサイルをねバン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 撃ち込んで実験しているというところもありますし、中東の紛争も相変わらず続いているし、さらに言うとアメリカの核の傘の強度というかそういったものも薄らいできているというかそういった部分もありますよね。まあ噂レベルですけれどもアメリカは日本に核を作れと、もう作ってもいいよというふうに言ってきているみたいなそんなところもあったりして、だったら日本もねアメリカの核の傘から離脱して自国で核を持つという可能性もまあ出てきたみたいなね、そんな感じのこともあるわけですね。人類滅亡というものが近づいてきているというふうに、今現在も言われています。当時も言われているし今現在も言われています。これはまあ人類が滅亡するまで、ずっと人類の滅亡が近づいているというふうに言われ続けると思うんですけれども、 F 先生はですね人類の滅亡をテーマにした作品というものをいくつか書いていますね。まあ、本作もそうだし前回ドラマ化された箱舟はいっぱいとかもねどことなくなんとなくとかこのあたりも人類の滅亡を描いたお話なわけですね。で実は大長編ドラえもんのび太と雲の王国に登場する雲戻しガスというですね最終兵器が出てくるわけですけれども、これも核兵器ではないんですけれども天上世界の滅亡そしてそれを行うための大量破壊兵器という意味では核兵器と同じものなわけですね。核兵器のメタファーとして雲戻しガスというものは雲の王国で登場してくるわけです。これをねドラえもんが核のボタン雲戻しガスのボタンを押すぞと脅すということをするわけですね。この天上人に対してそれは抑止力として雲戻しガスを使っているわけで完全に核兵器と同じ使い方をドラえもんもしているわけですね。まあここのね、シーンがすごく本当に僕も子供ながらに見ていてショックを受けたんですけれども、ドラえもんはこのね雲戻しガスを抑止力として使ったことに対して、後悔するんですね。雲戻しガスのコントローラーを、スイッチをね悪者に奪われてしまって、まあ、核の脅威というものが一気に高まってしまったみたいなそんなシーンが出てきて、これに対してドラえもんは本当に後悔をして、自分のせいだと、自分が雲戻しガスなんてものを作ったおかげで世界が滅亡してしまうと言って、自爆するというシーンが出てくるんですね。ドラえもんがかなりショックでした。僕は子供ながらに、僕がタンクを壊す、パルパルみんなを頼むって言ってね、まあ、映画版ですけど、ドラえもんが雲戻しガスに突っ込んで自爆して、なんとかするみたいなね、そんなシーンが出てくるんですけれども、それもまあ滅亡をテーマにしているというふうに言ってもいいですね。で核兵器を扱った究極の作品というのがある日という藤子 F 不二雄の SF 短編があります。ある日というのは名作中の名作というふうに言われていますけれども、もし機会があったらね、見てもらいたいなと思います。まあ、F 先生はですねすぐそこにある危機としての核というものを常に描いてきたというところが、まあ、あるんじゃないかなというふうに思います。なんですぐそこにある危機として、核を描いていたのかというと、ここが日本だからだと思います。日本でこの日本は平和なわけですね、もうしばらくの間70年80年もうすぐね経ちますけれども戦争をしていません。日本は平和なわけですね。平和だからこそ描くことができたこのすぐそこにある危機なんじゃないかなというふうに思います。どういうことかっていうと、もし核戦争なり何なりが起こった場合ですね、日本人は
立場としては巻き込まれる形なんですね。自分たちは核を持っていないん で自分たちこっちにはね、まあ、憲法9条もありますから戦争を仕掛けるということはありえないわけですね。まあ、今のご時世どの世界も戦争を自分から仕掛けるってことはあんまりないわけですけれども、何かあるとすれば戦争が仕掛けられるという立場なわけですね。それに対して日本は対抗もしづらい状態なわけじゃないですか。どっかの政党はね、自衛隊を解体するとか言っている党まであるぐらい、もうもしやられたら全部やられっぱなしになりますよとか、そんな状態が日本なわけですね。つまり巻き込まれ型なんです、日本っていうのは。もしどこかで核戦争が起こった場合、日本っていうのはある日突然消えるんです。それがある日っていう、この短編なんですけれども、この巻き込まれ型である現状の日本だからこそ描けたすぐ隣にある滅亡の危機という作品だったんじゃないかなというふうに思います。それをまざまざと感じさせてくれる作品というのが、今回のマイシェルターだったのかなというふうに思います。まあ、マイシェルターに続く F 先生のね、滅亡を描いた作品の数々なのかななんていうふうにね思ったりしました。ということで、お聞きくださいましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント、ツイッター、インスタ、TikTok、フォローよろしくお願いいたします。メンバーシップすぐわの裏を知る者たち、こちらも、やっております。よろしくお願いいたします。まあ、何か連絡事項がありましたら概要欄に記載していますんで、そちらもぜひ見てください。よろしくお願いします。ということで、NHK でドラマ化されるからこの機会にマイシェルターを語りたいのコーナーでした。まあ F 先生のお話はね、名作揃いなわけですけれども、こういった結構滅亡っていうのをね描いたものも結構本当に多くて、緑の守り神とかね、そういったのも人類の滅亡を描いたお話ですけれども、それでもどこかに何か希望があるみたいなね、そういったものも多いんで、まあ、ある日に関しては希望はないんですけれども、箱舟はいっぱいも希望はないか、どことなくなんとなくも希望はないか、希望ないや希望のない、お話がたくさんありますけれども、今回のマイシェルターは多少希望が持てる滅亡のお話だったかなというふうに思いました。それではまた次回ですね。次回の SF 短編はあれですね、あんこ大いに怒るですね。あんこ大いに怒る、これはエスパーマミの元ネタとなった読み切りのお話ということになります。まあ、非常にエスパーマミに似ている感じのお話ですけれども、楽しいお話かなというふうに思います。よろしくお願いします。一緒に見ましょうね、それでは皆さんありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよならさよならさよなら。少し不思議